こんにちは、ベーシストの関谷智隆です。今日はこのエピフォンエンバシーデラックスを聞いていきたいと思うんですけども、実はこれ去年僕がこの個人輸入してゲットしたこのヴィンテージのエピフォン、めちゃくちゃルックスももう全部かっこいいんですけど、あのピッチがちょっと悪くって、あのハイポジションに行くにつれてちょっとフラット音がこう低くなるんですよ。で去年はそんなに出場することができなかったんですけど、やっぱりピッチよく演奏したいっていう気持ちがやっぱ出てきて、スリークエリートさんにこのブリッジのコマの位置をタタタタタと手術して移動していただきました。でこれもともとシェリル・クローっていうね超有名なミュージシャンが手放したあのベースだったんですけど、おそらく彼女もピッチ悪かったんじゃねえかっていうので手放したような気がしています。さらに、まあ、もちろんオリジナルのこのブリッジ、いい感じでイントネーション良くなって、よく演奏できるようになったんですけども、実はアメリカから輸入したこのじゃじゃんヒップショットのブリッジ、これをちょっと取り付けてみて、オリジナルのブリッジと音色とか操作性とか比較検討していけたらなと思っています。それではどうぞ。はい、ではまずこのオリジナルのブリッジでこのエンバシーベース演奏していきたいと思います。なかなかこのギブソン系の音色、それではじゃあブリッジ交換していきましょう。現状こんな感じのブリッジです。はい、アンカーの位置が変わって穴が綺麗に塞がれています。しかもこの木はなんかケン・スミスの端材で作られたようなので、同じくこのマホガニで埋められています。よいしょ、弦を緩めて、はい、ブリッジ取れました。イエーイ。これぐらいブリッジ動いて元の穴の位置がこれ切り埋められています。おー、ナイス。じゃあこっちのブリッジヒップショットのをつけていきます。よし、できた。できました。ちょっとこれでオクターブピッチを押して、さて音出してみようか。おお、音変わるね。変わった変わった変わるね。このブリッジの質量が増えた分暴れ方が落ち着いた。おお、なるほど。おお、違うね。さっきのもいいし、こっちのもいいな。
どっちがいいやろ。ちなみに今のリアでした。これがミックス。おお。見ました。やっぱこのブリッジ変わっただけでめちゃくちゃ音が変わります。まあどっちがいいってわけじゃないですけど、まあそれぞれの個性があるので、あとはまあヒップショットいろいろそのそれぞれの弦の弦高と弦間をまあ細かく調整できるっていうのはかなり強いんじゃないでしょうか。でもまあオリジナルのねブリッジの見た目が結構良かったりもするし、これはなかなか難しいところ、また悩みが一つ増えたという感じで、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。このマニアックな動画もし良かったよという方はチャンネル登録高評価ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。関谷智隆でした。バイバイ。